私のお店は、2021年の10月で20周年を迎えるんですけど、数年前から持っている目標があって、それは100年続く銀座クラブになるっていうふうに、その頃に決めたんですね。なんでその目標に向けて、素敵な女性とかこう素敵な男性を育てていけたらいいなって、お店の中でそうすることでまた人が集ってもらえるような夜の銀座っていう街が継続されていくといいなって思っています。私がお店を始めたきっかけは、私10歳の時から銀座のママになりたくて、18歳の誕生日から夜の銀座で勤め始めたんですけど、その流れでこういつかお店を持ちたいなと思ってて、26歳の時にお店をオープンして、おかげさまでなんとかこうとか今年の10月で20周年を迎えます。私10歳の時に憧れてた女性がいて、その女性が夜のお仕事をなさっていて、でそういう中で夜の仕事っていうのはどういうものなのかっていうのを知っていて、で夜の銀座で働いてみたいなって、まあ、その当時も、まあ、今もそうであってほしいなと思うんですけど、銀座が夜の世界で一番だってその当時聞いたので、まあ、絶対銀座に行こうと思って、見えてくださるお客様がやっぱり違うなと思うのと、こう、まあ、大きい会社の社長さんとかも見えますし、まあ、会長さんとか、まあ、会社の役員クラスの方たちも見えたり、まあ、有名な方とかも見えになったりとかすることもあるんですけど、人として尊敬できる方たちが多いなと思うんですよね。一緒に飲んでて勉強になるっていうか、楽しいっていうか、そういうなんか経営陣の人たちと一緒に過ごしていることで、なんか自分自身も学ぶところがいっぱいあるなと思っています。大人の社交場だなって思うんですよね。まあ、ただ飲んでいるだけじゃなくて、もちろん女性がいる場所なので、その女性のことも気になるところあるとは思うんですけど、それよりもご自身が一緒に見えた方との交友がこう深まるような場所を求めてらっしゃるんだろうなとは思います。銀座はまあ基本的に私のお店に限らず、初めてのお客様、一元のお客様って呼ばれる方たちはなかなか足を踏み入れられない場所だと思うんですけど、そういう中でもし夜の銀座に興味があって飲まれたいなって思ったら、どこかに行かれてる方、もうすでに常連で行かれてるお店を持たれてる方に紹介していただくのが一番、なんかお店側からも大切にされるかなって思います。うちも時々お電話いただいたりとか、するんですけど、初めてなんですけどお邪魔できますかみたいな形で言ってくださる方いらっしゃるんですけど、ちょっとやっぱり見えてくださってる方たちの雰囲気が崩れてしまうのは少し問題があるなということで、自分たちが知っている人たちだけで営業している形なので、ごめんなさいってしていることが多いです。女の子たちに、教えていることが多いと思います。人付き合いでのコミュニケーションのこう仕方みたいなもので、礼儀正しくこちらが接したら、この店とかこのお店の子たちはしっかりしているんだなっていうのが伝わるので、そういうお店に飲みに行きたいとか、そういうお店の常連になりたいと思ってくださる方が足を運んでくださったりとかするんですよね。なんでこう相手を思う気持ちみたいなものをちゃんと言葉にしたりとか態度にしたりとかするような、そういう子が育つような、教育はするようにしています。多分銀座っていう場所で働こうと思っている子たちって向上心がある子が多いかなと思うんですよね。そういう中で何かあればこう自分がより良くなるために、
アドバイスがあれば伝えてほしいって言われることの方が多いので、育てがいがあるなって思う人としてきっと可愛がってもらえる子に育つだろうなとか、いい親御さんになるんだろうなみたいな、まあ、うちの店もこういうコロナの中で、営業時間がちょっと短くなったり、お客様もなかなか出づらいっていう状況はあるんですけど、そういう中でも見えていただけてる方たちっていうのはやっぱり長いお付き合いの方が基本的には多いなって思うんですよね。なんかこのお店に潰れてもらっては困るみたいな、なんかそう言って言われると、あ、頑張らなくちゃいけないなって思えて幸せだなって、なんか今回コロナになって、まあ、経営的にはちょっと大変だなって思うところもあるんですけど、いろんな意味で自分自身もこう今まで変えなくちゃいけなかったけど変われなかった部分を変えられたりとかするようになりましたし、お客様に愛されてるんだなって改めて思って幸せだなって思いますし、女の子たちに支えられてるんだなって感じられたんで、なんかコロナの前よりも、まあ、その時も幸せでしたけど今の方が幸せかもって思います。